その歌にはな、海の王だけが被ることができると言われる金の冠の隠し場所が記されているんじゃ。金の冠？あれがメカ島ね。そこはカラクリだらけのメカ島。その島を治めるのは天才発明家ラチェット。宝はいきなりすぎるだろう。ラチェットと共に金の冠を探し始めるルフィたち。歌に隠された謎を解いていかないとお宝は手に入らないってわけね。その先に待ち受けていたのは、なんでだ、どうあったんだこれ、止めて、数々のトラップ。望むところだ。危ない。洞窟の中とは思えないぞ。千年に一度目覚める王の伝説の謎。ん、誰か呼んだ。まさかこの島の秘密って。そしてラチェットの恐るべき陰謀。ついに動き出した驚異の破壊兵器。ちょうどタバコの火が欲しかったところだ。ラチェットが送り込んでくるカラクリ軍団。どうか息子を止めてください。止めろって言ってもな。ラチェット出てこい。そしてお前みたいな奴に俺は絶対に負けねえ。行くぞラチェット。ワンピースザムービー、カラクリ城のメカ巨兵、3月4日公開。